さあ、はい、1週間のご無沙汰です。健康、はい、健康ドカーンといきました。久しぶりですね。1週間のご無沙汰ですかね。長かったですか1週間。どうですかね。長いようで短いような、短いような長いような、長い、うん、時間は一緒なんだけどね。なんか変わり映えしてないですけど、あ、うん、はい、骨折したっていう、しました、聞きましたけど、やっちゃった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 。やりたくなったらやっちゃって、道路と相撲取ってね、あ、やりたくなったらやっちゃって、そう、イライラした時はね、うん、道路と相撲取るのがいい、どっちが勝つか負けるか、あ、そうですか、ね、そう、なんか今日もう5時なのに誰もギャラリーがいないね。いないですね。なんか干され、珍しくないですか。干されちゃった。こんな人気番組なのにさ、誰も見に来ないって。いないっていうのは変だね。おかしいよね。どうしちゃったんだろう。どういうキャラクターがいいのかね。健康ドカンより人気番組が他にあったのかな。どこあったんでしょう。おかしい。ドル箱が。おかしいよな。世の中なんか変わったのかな。変わっちゃったね。と思わない？よくある話じゃないかって。あ、ペンペンと。いいね。もう3月に入ったもんですからね。はい。こうフレームを変えたんですよ。あ、変えたんですか。あらまあ。かっこいいでしょ。かっこいい。何、衛星がいるの？衛星が出てました。桜のフレームで、左上の八重洲、今 TV だったのが八重洲テレビになってました。あ、うん、1ランク上になったんだ。やっぱね、新春シャンソンじゃなくて新しくちょっとね模様替えということでね、はい、気分一新、うん、そう、こういう時にねギャラリーいっぱい来るとね、みんなさ焼津 TV 焼津 TV って言うんだけど、うん、実は僕一人だけ焼津テレビってずっと言ってたんでね。どっちが正解なの？あの、みんな焼津 TV に従ってたんだけど、うん、僕は何か知らないけど焼津テレビってずっと言ってて、自覚を調べたらやっぱり焼津テレビの方が良かったっていう話で、あ、はい、うん、みんなが僕にこう近づいたみたいな感じ、はい、じゃあ 今まではこうちょっと、うん、あの、そば寄りがたいと、寄りが、寄りにくいと、そんなイメージあったの？よくわかりませんまあそんなな、うん、ね、あの、11年目にして、はい、正しい読み方を、あの、決めたという、ああ、決めたとね、うん、ただそれだけの話ですね、うん、八重洲テレビの青木です、うん、よろしくお願いします、こんな感じね。テレビっていう言葉自体がね、もう死語ですよね。何ですかテレビって。テレビ、ザ・テレビジョンテレビジョンが正式名でね、ね、うん、え、暑いね。暑いんですか。暑い。そうですか。もう春だからじゃないですか。うん、そうだね。もう春ですよ。もう3月ですから。そうです。冬じゃありません。うん、春になればもうそのうち桜咲きますからね。咲きます。明日あたりどう、ね、咲かないか。もうね、うん、暖かいから花粉が飛んでるから、はい、できるだけ僕は外に出ない。出ない。じーっとしてるっていう。昨日もね。とも外に出ませんでした。あ、出ないの？はい、悪魔がいっぱい飛んでると。もう花粉の、ほんとお昼過ぎまではい寝てました。寝てた。昨日はね、ギャラリーがやっと来てくれましたね。来ました。どうもいらっしゃい、こんにちは。こんにちは。ギャラリーがいないままね番組をやってますけど寂しく男2人でね。そうね、ねちょねちょね、うん、ギャラリーやっと1名来てくださいましたね。はい、いらっしゃいませ、ね、いらっしゃいませ。パーソナリティさんよりも早くゲストさんがね見えてくれてね素晴らしい心がけの人が ね、うん、やっぱりテレビを支えてくれてるんですね、はい、きっとね。今日の天気と一緒だね。今日の天気は何ですか？あったかい天気ってことですか？あったかい、ポカポカして、あ、もう春ですから、ね、もう陽気になりそう。陽気がいいですね。陽気がいいです、うん、やっぱ花粉が飛んでるシーズンはね、やっぱりじっとしてる方がいいんですよ、うん、ね、じっとしててください。はい、もうそろそろ種植えたんですか？えっとね、
紅はるかの苗取れないもんで、はい、去年、うん、収穫した紅はるか、うん、それ目出しやってる。うん、どうなるか分かんないけど、かけんか、ね、はい、浜松にね、はい、苗取りやってるベテランのね農家の方いるわけ、はい、うん、そこへ、研修に行きました。研修ですか、うん、そうですか、そうなるほどね。だから苗が、うんうん、うまく出れば、うん、今年もさつまいもできますよ。お、いいですね。ね、いいでしょ。楽しみに待ってます、ね。楽しみにしてて。紅はるかですね。紅はるかです。もう人参は終わっちゃったんですね。人参は全部売り切れました。あ、売り切れました。いや、こういう人あったの。中村さんって電話入ってさ、うん、まだ人参あるって言われたの。うん、人参全部売り切れました。よかったじゃないですか。あと5月でないと出ません。あ、そう、あ、5月にもなんか出るんですね、人参が。5月は取れると思う。あ、なるほどね、うん、紅はるかちゃんはいつ出てくるんですか、ね、あ、はるか先だからね。はるか先なんですね。そう、はるか先だからさ、か、10月かちょっとすんじゃない。あ、じゃあ忘れた頃やってくるって感じですかね。はるばる来たでとか ね、 あ、なるほどね、紅はるかちゃんとかね。そうでしたか、うん、でじゃあ心待ちにしておりますので、はい、待っててください。頑張ってください。もう暑い夏を通り越さないといけないということで、ね。ということはね、はい、今苗作りあるでしょ。うん、それ苗作りやると順調にいけば、うん、どうなの？ちょっと早めに出せるかもわかんない。あ、そうですか。うん、なるほどね。そうです。うん、で、紅はるか以外は何かないんですか？ね、知り合いがね、はい、なんだっけ、あれ、安納芋。安納芋ね。安納芋、はい、6月の後半だったら、うん、まあ、なんとか回してあげるよって話はできてる。回してくれるんですね。うん、ぐるぐるとね。おお、なるほど。こう一瞬回すんじゃないよ。はい、ぐるぐる回す。わかった？よくわかんないですけど。わかんないだろうな。回ってくるんですね。わからないだよね。僕のところにも回ってきますかね。来るでしょ。じゃあよかったです。回転してくるかもね。楽しみに。ぐる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 、ドーンと。美味しいお芋を食べられるのをもう心待ちにしておりますんで。待っててくださいって。もし来なかったらどうしよう。頑張りますよ。どうしよう。出るはずだけどね。あ、出てこないよ。もうしょうがない。自然だ。他には何か植えてるんですか。じゃがいも。チンゲン菜とか。じゃがいも植えてる。じゃがいも植えてあります。先週も植えたのかな。じゃがいも。じゃがいも。あれはなんだっけな、名前忘れた。結構うまいあれだよ。紅はるかじゃないんですか。じゃがいも紅はるかないね。ないね。じゃがいもには紅はるかはないんですね。ないね。あ、なるほどね。うん、じゃがいもは何はるかなんですか。はるか昔って。じゃがいもははるか。ない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 、はあ、もう絶対ないないと。そう、このないは曲げるわけにはいかないの。じゃがいもはもしかしたらジャーマンポテトとか。ジャーマンポテト、そんな感じですか。ジャーマンポテトって何。ジャーマンですよ。ジャーマン、わかんないから何って聞いて。ジャーマンって言ったらドイツじゃないんですか。向こうの言葉ね、うん、もう日本人だもんで、ね、分かんないんだよ。向こうの言葉作られても。ジャパニーズポテト。ジャパニーズポテトね、よく昔言ったね、ジャパニーズポテト。うん、ね、なんでもいいですよ、美味しければ。もう分ければいいで、ね、ちゃんとできてれば、うん、他には何かいい、いいネタないんですか。いいネタ、うん、ネタ探しね、うん、いや、不幸気っていうのがあったよね。なんで不幸気やるのってなったわけ。飛行機。不幸気。不幸気。耕さない。え、畝を耕さない。ああ、畑を休めるってことですか。休めない、耕さないで、植えていくっていうの。サボるってことですか。そう、そう、まあ、そうでもなんでもいいや。否定しない。中村さん、たまにさ畑行くとさ、うん、よく車の中で寝てるじゃないですか。あれね、
次世代のさ、うん、農業のこと考えてる。わかった？まあそういう言い方もあるかもしれないで、ね、でしょ。そういえば通るじゃん、あああの人すごいねとか。で考えた結果どうなったんですか？どうにもなんない。どうにもなんない。そうすか、そりゃ辛いですね。どうにも、どうにも止まる、どうにも止まらないってなんかあの変な歌みたいな。どうにも止まらないっちゃん、どんどんいっちゃん、いいじゃないですか。乗ってるじゃんバカに。乗っちゃいないですよ。乗ってる乗ってる乗ってるなやつになって。それヤマハメイトですかね。乗ってる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 ヤマハメイトって。うまい。え？うまい。うまいですか。うん。ブンちゃん最近あのボーリングはどうなったんですか？ボーリングは。あ、これじゃできない。ああそうか、骨折してるか。骨折してる。そうか、そりゃ残念でしたね。ねえ、本当は出ないといけない。じゃ畑もできないじゃないですか、そんなと思うでしょ。骨折してたら、うん、そこを我慢して、痛いのを我慢して青木さんのためにやってる。はあ、違う。そうですか、骨折してたんでね。そういえばね。そう、じゃあやることなくなっちゃったじゃないですか。あるある。何？草をね、うん、あの微生物の餌に回すように草をちゃんと取るの。無理しなくていいですよ。いや、ね、畝が言ってるもん。あんたも畑やらなきゃダメだよって言われた。あ、そうですか、うんうん。呼んでるわけね。畑があなたを呼んでいる。呼んでる呼んでる。ああ、呼んでいるね。なるほどね。ね、文ちゃんも忙しいね。あっちこっち呼ばれて。本当。ね、120学会も行ってるんですか、ほいじゃ。行ってます。120学会は、うん、今ズームやってるよね。全体会議はズームでやります。でも120学会の人みんなズームできるんですか。できるみたいだね。うん。うん、でもズームどうやってやるんだってこの間言ってませんでした。言った。でもね、声が出なかった。画面は出たんだよ、ちゃんと。ID とパスワード入れるだけです。入れた入れた、うん、できるじゃないですか。映った、映った、映ったけど声が出ない。声が出ない。びっくりして。うーん、そうですか。そう、ボリューム上げりゃいいだけの話。違う、ボリューム、うん、あれね、まあなんとかなしよう。本当120学会の最高齢の方は何歳なんですか？90ね、御殿場にいるさ。93くらいじゃない？93、うん、僕も120ぐらいになったら入るかな。あ、いいね、うん、120になる前に死んじゃったら罰金だよ。何それ、罰金。そういう決まりだもんだから。120まで生きなさいっつって。120になる前に死んじゃったらどうやって罰金払えばいいのかよくわかんないんですけど、お墓入るでしょ、うん、石碑は石碑のにあれがあるでしょ、うん、お墓返しが、うん、そこに罰金置いとけじゃん。どうぞ120学会の皆様、私早く死にましたって、ごめんなさい。死ぬ前にやっちゃうんだよ、それは。そうですか。そう、私はバカでしたですね。120学会っていうのは120歳まで生きるために、はい、いや、今まで会社勤めてたりさ、うん、してた時のいろんなものを持ってるわけだよ。技能を、技能でも何でもノウハウがあるわけだよ。それを生かそうってこと。だから社会貢献団体だよ。ああ、そうなんだ。そうだよ。俺なんか全然社会貢献してないけど。社会貢献しなくても、うん、貯めたお金全部さ、120学会にさ寄付してくれりゃいいじゃんね。ねえ、俺楽だけどな、うん、そうすれば別に。そうだよ、苦労ないじゃん。ねえ、どうせ早く死んじゃうんでしょ。早く120学会、あの世でさ、うん、いらっしゃいっつってくれゃいいかも。うん、よくわかりませんけど ね、 ね、うん、この世はそんなことじゃない。お金、お金。学会ってことは学会発表あるんですか？学会発表、最近発表された学会の発表ごとは何かあるんですか？いや、何も聞いてない。今ズーム自体がさ、うん、全国組織にしちゃって しようとしてるから、うん、沖縄でももう逆に海外の方でも見てる人いるんだ、うん、学会って言うとさ、なんかすげえ聞こえがよくてさ、うん、厳かなことやってそうな気がするんだけど、うん、創価学会じゃないよ。僕が知ってる学会はさ、創価学会。創価学会は知らないけど、
餃子学会。あ、餃子学会ね。学会は学会でもいろいろあるからね。120学会、うん、それと何学会だろうな。やたらこう作るでしょ。作るのは誰でも作っちゃっていいの。できちゃう。いいんじゃない。ただうちの120学会の場合は法人になってるから。あ、法人になってるの。法人です。じゃあ利益出さなきゃいけないじゃないですか。利益出すの。だって法人になるからには経費養わないといけないじゃないですか。ねえ、それもそうだね。だからたださ、会費取ってないんだよ、120学会は。うん、自由に入ってください、うん、そして何もしないでもいいですよ、うん、でもあのその時に友達いっぱいいたら誘ってくださいっていうのが、うん、120間際のご老人を介護するための会学会だったら困っちゃいますけど、ね、あのボケ防止のね、うん、ボケを防止するために体にも運動させてさ、そういう学会のなんか匂いがしてきちゃってますけど、この人みたいな顔でしょ、うん、なんか学会だ、うん、そんな感じがするんですよ。どうも、ね、いいんですかそれで。いいんです。いいんですか。いいんです。そうですか。難しく考えない。わかりました。だから難しく考えるからおかしくなっちゃう。じゃあ僕は若者学会でも作ろうかな。やめますかね。それいいね、うん、僕以外がみんな若者でさ。じゃあ、僕が介護状態になったら若者に介護してもらう。いいね、うん、でも介護してくれる。いや、わかんないけど。何しろいろんな介護とかいろんな名前のいっぱいあるからね、何が何だかわかんないし、うん、まあ老人になると暇だからね、いろんなのは参加した方がいいですよ。ね、ね、やることなくなっちゃうから。ボケーっとしてね、家帰ってきてね、うん、夕飯食べてね、うん、ああ満腹だ満腹だ、腹いっぱいになったん、うん、寝てたじゃ意味ないんだよね、うん、この人見りゃ分かるじゃん。何もしないからブク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 太ってきたんだ。いや、そうでもないんじゃないですか。いやー、太ってるよ本当。なんか忙しそうに仕事してるから、たまにほらこけて手怪我するんでしょ。悪いっけね。、うん、老人になったらね、そんな一生懸命働いちゃダメなんだよね。滑ってこけて骨折して繋がらなくて手がボラボラになっちゃったままで、ってね、骸骨がどうしようどうしようっつって、それ骸骨でしょ、うん、ミイラ、うん、面白いね。頑張って。頑張ろう、うん、フレ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 、うん、120学会でね、健康ドカーン、ね、そこだけは頑張らないと、ね、頑張らないよね。やることなくなったら健康ドカーンと叫ぶという、そういうこと、そういう番組なんです、ね、番組です、うん、なんか目新しいことはないんですか。目新しいことだからさ、うん、微生物のネットワーク作る、この単純農法というのはね、はい、だから肥料を入れるんじゃなくて、肥料を入れない、肥料を入れない、入れない、入れちゃダメ、はい、入れちゃダメ、はい、いや、簡単に言うと、はい、山っていうのは肥料持ってかない。持ってかないでしょ。え、肥料使ってないでしょ、山で。そうなんですか。使ったこともある。いや、分かりません、僕農業やってません。あ、残念だね、うん、残念です。もう僕は酒も飲まないしね、タバコも吸わない、うん、もうあの老人のさ、見本は手本じゃん、うん、青木さんは老人の味方です、うん、何もしてないんですよ、本当に何もしてないですね。何もしてない、うん、いや、なんかそんな漫画あったじゃん。え、そういうの漫画が昔あったような感じする。よくわかりませんけど、はじめ人間ギャートル。今日月曜日でしたね。そうです、うん、最初あれだよ、今週の始まりだよ。もう3月ですよ。3月です、うん、パカパカ陽気の3月です。という間に1年が過ぎちゃいますね。早いね、3月だもんね。もう3月です。何やった、今月入って。え、今月、うん、今月に入って何をやったかって。何をやったかって計画があるでしょ。いや、別に全然計画ないんですよ。え、まあ、強いて言えば山崎さんに会ったかなみたいな感じですよね。あ、それはいいよ、運が向いてきた。あったでしょ、うん、運が向いてきた、ね、うん。他に何かやることあります。他にやっぱあれでしょう、ワクワク再現があったっていうのは、これが、うん、運の尽きでしょう。そうですか。
ワクワク菜園っていうのは本当何年やってんだろう。そうだ、うん、あのね、はい、老化は病気だっていうことが分かったんですよ。病気、うん、YouTube で僕ねずっと一生懸命ね探してたことがあって、どうやったら死なないかっていう、死なない方法、死なない方法知ってます？分かんない。老化しない方法、山崎さん老化しない方法知ってます？人参食べること。あ、正解。すごいじゃないですか。うん、正解正解、うん、あの老化しない方法が分かったんだって。 YouTube で、うん、その紹介してる本の中にあのハーバード大の教授がね、うん、病気だって言ってる人もいる、うん、病気、老化は病気で、手っ取り早く増えちゃう老化を止めるにはどうしたらいいかって言ったら、食べない、食べない食べるっていうのがね老化に悪いんだって。老化しちゃう、活性酸素詳しいでしょ、だって活性酸素、うん、だからできるだけ食べない。一番いいのが16時間食べない時間を作るってこと、はい、オートファジーって、あのタモリさんとか、あのなんだっけ、あのたけしとかがやってる、うん、やってる、うん、16時間1日16時間食べない時間を作るっていう、それをやると老化しないんだって。ええ、いつの放送でやったんですか。え、それいつのテレビでやったんでしょ、それ。テレビは僕見てないんで知らないんですけども、僕のネタは YouTube ネタで、 YouTube ではそういう本を紹介してる人がいたってことです。ハーバード大の教授の先生が、老化は病気だ、だから治るって、そういう話です。山田さん、もうかれこれ僕もねそれを真に受けてですね、一日一食の生活をしてるんですよ。もう食べるのが面倒くさくなっちゃいますね、なんかね、うん、一日一食です。で、一日一食にすると食べるの忘れちゃう、本当に。今日本当はね、一日一食のうちのちょっと間食はいいんですよ、食べて、うん、だから納豆を間食食べようかなと思ったんだけど、それすらを食べるの忘れてて、さっきからずっとごまばっかり食ってるんですけどね、ごまとお湯を、だから主食がねごまとお湯かな、うん、で夕飯しっかり食べようかなと思ってたんだけど、あのうちの奥さんが普通にご飯よそってくれるもんで、申し訳ない、こんなにいっぱい俺食えないっつって半分に減らしてもらって、一日一食の一食の量がね最初は多かったんだけど、もうだん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 少なくてもいいかなっていう、だんだん僕もね仙人の生活に憧れを持つようになってきてしまいまして、絶対仙人みたいな生活してる人がいるって何年も前に調べたことがあって、あの泡汁一杯だけで生活してる人が世の中にいるんですよ。知らない？ YouTube 出てます、テレビでもやりました。ケールをあのジューサーでジュースにして一日一杯だけ泡汁を飲んでそれで終わりっていういるんですよ。その人痩せてると思うじゃん。痩せてないんです、そのおばちゃん。めっちゃ、それ男の人？女の人。いや、お化けだ。青汁と人参一本。だから僕も似たようなもんですよ。ねえ、あのお湯となんだっけ、お湯とごま。ごま。うん。と納豆ぐらいですから。まあ似たようなもんですよね。うん。持たないって思うじゃないですか。いや実は去年の3月から実は始めてて、去年の3月あのちょっと昼ご飯買いに行くの面倒くさくなっちゃって、別に食べなくていいかなって思うようになってきて、であの食べないって決めたんですよ。
だけど何か食べないとお腹空いちゃうと嫌だなっていうのがあって、あのまあ食べなかったんですけども、だけど間食はいいって書いてあったんで、納豆を最初は2パックだけ食べようと思ったんだけど、2パック食べてたら何か食べ過ぎだよなこれって途中から思うようになって、納豆お昼1パックだけにしたんですよ。今だから納豆食べるの忘れちゃうぐらいの量になっちゃったんで、もう完全夜だけですかね。うん。でそのケール、その青汁だけ飲んでる人っていうのは本当青汁だけ飲んでて、その人はすごいですよね。その人の腸内細菌をその番組の中で調べた先生がいて驚き、何が分かったかって言ったら、この人の腸内細菌は牛だって言ってました。つまり、はい、窒素ですよね。窒素成分がないとタンパク質ってできないもんで、窒素って実は空気中にはものすごいいっぱいあるんですよ、ね、空気の 70% は窒素なんで、だから空気中から窒素成分を体に取り入れられる窒素分解酵素が自分の腸の中にあったら、別に肉食わなくても自分のそのタンパク質は自分で作れるんですよ。だって牛だってさ、葉っぱしか食ってないじゃんね。だけどお肉いっぱい体につけてるんです。あれは牛ちゃんの腸内細菌がすごいよくできてるからなんですよ。だから僕も牛ちゃんになりたいな、もしくはそのあれですよ、仙人になりたいなっていう。仙人はほら霞を食って生活してるっていうんです。霞イコール水蒸気とかその窒素なんじゃないかなって、だんだんだんもう悟りの境地に少しずつこう近づきつつある。やる健康ドカーン。さあ大ちょうど時間となりました。すいませんね、はい、いやいやいや、仙人になるのはもう一息なんでね、はい、もうちょっとで仙人になる、うん、もうちょっとで仙人になります、ね、あのその時はちゃんとあれ、あの、うん、予告してね、うん、まあそのうちなるでしょ、なるでしょね、うん、信じてる、うん、大丈夫ですよ。ということで、はい、次の番組は山ちゃんのコントリビュート、ね、はい、よろしく、よろしくお願いします。お願いします。